から後半戦でございます、本日はですねこちらルパンジエンドを打っておりまして投資の方が全部で14,000円そして出玉の方が7000発ちょっとということ8000ないぐらいですかねはいそのぐらいの出玉ということで一応プラスですはい現状プラス初当たりの方も3回ほど引きまして、これから後半戦なんですけれどもまあ多分状況もすごく良くて、はい、当たりの方もうまく引けてるのでまた早い当たりを引きまして次こそちょっと大連チャンさせられるように頑張っていきたいなと思いますそのわけで後半スタートです頑張りますかなり前半戦うまくいった展開だったんで当たり1回でも取れればいいかなと思ったんですけどね3回も初当たりいけたんでちょっと前半に偏ってしまったということにならないようにはぁ思わないです、うん、そんななんか今まで共にしてきた台をすぐに見捨てるなんてことは私はできないですだってその3回はこの子が出してくれたわけだから出なくなったからって一瞬でね他に移るなんてことはできないですそんな薄情な女じゃないです私は、うん、でもこれまたオカルトになっちゃいますけどやっぱ私初当たり引けてるスロットとちょっとね見方が似ちゃってる部分があるんですけどやっぱ初当たりがポンポン来る台はまだ来ると思っちゃうんで今自分のデータもすごく好きです理想のデータです、うん、あのぐらいで4,5,2,3 とかこうちょっと多少も連チャンもしててみたいなでもやっぱ人それぞれそういう楽しみ方を見つけ出すっていうのも、まあ、パチンコの楽しみ方ですからねまあ3,1,9までは回しますああ緑頑張って赤か大ドラマゾーン、まあ、まあさっきこれでねでもその時は保留が金に変わったんで金サードに、まあ、でもまだ先読みゾーンはありますよ何だろう発展すれば激アツでいいねかいいねだってああタイトル変化もなしアリーチアップもしないましたシューティングチャレンジねレギュラーボーナス以上でおお当たった通常の可能性が高いですけどなんとなんと後半当たりました274回転ということでまたもや確率分母以内で決めるとやったねさっきはこの時は確変入りましたちょうど期待しますはい通常は確変とりあえず回していきます100回転の時短をなんか319分の1とは思えない当たり方出ますねこれはいいスタート切ってるなこれで終わりだ止まってくれドンドンドンあれれれれあー抜けてしまいそうですあと10回転次は普通に通常だったのかな
確変だった場合はこの後続きます。もし内部的にね、耐えて耐えて、ラスト、終わったかな。おしまいと、はあ、レギュラーボーナス通常でございましたと。やはり連チャンはできない、手玉が思ったように増えないのが悔しいですけど、ただ初当たりだけは軽い。紙パチ、これ変わりますよ、何かに、赤保留に。青かい、ネクストならんのかい。さてさて、現在322回転、ちょっとね、確率分母回したんで一回気分転換に店内見たいと思います。結構出玉持ってる人すごい、ずっと当たってんのかな。あ、違うね、2回目の初当たりからの出玉ガロです。でもこうやって見て、こうやって見たらすごいなんか出玉ある感じしません？何の台だろうこれ。設定隙番長、あれあれれ、あたいの打ってた、あれれ、10箱ぐらい出てますね。大移動成功したと思ったけど、でもあの方の引きが強かったんですね、あそこで引けるっていう。よし、スロットコーナー、うん、寒い。あ、今日お客さん多くないですか。うん、番長3、忍び魂、化け物語、いっつも座ってるんですよね。で窓通も前回梅屋さんが来てた時結構入ってたんで、まあ、1台今出てる感じですね。うわ、こうスロットコーナーのこう盛り上がってるところを見ると打ちたくなっちゃいますよね。今日はあんまりそのゴッドシリーズは強くないのかな。ってことはもしかしたら絆は盛り上がってるかもしれない。やっぱり絆自体は満台、ただちょっとね、出てる台と出てない台の差がはっきりしてる感じですかね。そこまで状況が悪くないのかもしれない。遊びに来てくれてるお客さんたちもね、出玉もら持ってくれてるんでよかったです。それがちょっと一安心。まあ、ノーマルタイプもね、いつも一機種1台は良さそうなやつ入ってるんで、今日も回数は結構ついてますよ、悪くなさそう。あと2箱あるってことは、まあ、全然マイナスなんですけど、確かに一発台で全然1回当たればまくれる額なんで、まあ、この箱も使えますし、あと半箱ぐらいは使おうかな、1箱半ぐらいちょっとのところで考えます。もう1回ちょっと決めたいですね。やった、赤同色、今ねスタンバってますからね。保留頑張ってほしいね。どこまで、あれ緑、あ緑じゃない、お
イマー発動しておりますけど、青で10秒ぐらいでした。そんなに強くない。ここで何が出るか。ゼロで55ネクストで、よし、タイマー15秒。まだ待ってくれてるから、よし、ある 66%。 閉じ小僧 50%。 よし、きたきた、大チャンス。これ2つ重なってますから今のところ。これは決める。タイマーが5秒、赤で5秒、ゼロで何が出る。ゴーゴー、お、でかいでかい。サーチも上まで行って、ビッグチャンス、宝箱が出てきましたと。ルパン三世久しぶりの大チャンス。しかも結構熱いのもしっかり重なって、あ、宝箱2つ、リーチアップとチャンスで、仲間が賛成しました。もう一人来てほしい。リーチアップ、リーチアップ、リーチアップ、オッケー、3人、オッケーオッケー。あー、集結しました。クライマックスです。はいはいはい、赤で入りました。え、緑、おっしゃー、やった、見事433ゲーム当たりました。まあね、こんだけね、豪華な演出が絡めばちょっと心配でしたけど、なんとか決まりました。おー、500回転まで当たりましたね。よかったよかった。さあ決めていきましょう。ミッション達成でラッシュゲット。こっちで行きます。本日図柄大当たりは初めてです。おお、一撃だ。やったね、これは大丈夫でしょう、金ですもの。安心の一発。気持ちいい、バキュン。マックス、おい、パーン。マックスが欲しい。少ない。まだまだマックスじゃない。はい、マックスです。もちろんね、ありがとうございます。15ラウンド取れました。目標達成、一応 あとはね、ほんと伸ばせるかどうかです。今日は3連、4連が最高なんで。そしてルパンね、図柄大当たりすれば必ずラッシュできます。お、なんかいい音。キスカモン、来た、進出鬼没。いいよ、おいで。2100、イエーイ。
2発目、2発目続けて、やばっ早くも次回おネクストエピソード、ルッパー、うん、ルッパー、うん、とっさんやだやだ、とっさんやだ、しかも五右衛門無理、やだできないですね、ここでここでの復活が、早い早いよ、早速リベンジボーナス、やはり 65% つなげるのが難しい、これでですね、リベンジチャンス100回の時短ですね。お？発展してほしいよ。よしよし、とりあえずは。ただ買わない、お、なんか激しいよ、どうでしょう、このパターンは発展することが多いよ、はい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 、一応赤タイトル、まだ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 、おー、泥棒、終わる、これが最後です、ゴールデンタイムが終了しました、5488様、またしても3連チャンですか、やっぱ伸ばせないですね、なんとかや、2つとも16ラウンド取るっていう、もうそこで助かりましたけど、4箱ちょっとやっぱ今日は勝たなきゃいけないんでね、まず一発目ぐらいはやっぱ勝たないと、12ヶ月勝つのはね正直かなり難しいことであると思うんですけど、やっぱいいスタートは切っとかないといけないんでね、紙パチ、232回転回しましたけど、当たり引けず、現在3箱と、まあ、4箱あるかなっていうぐらいですかねの出玉なんですけども、多分プラスだと思うんですよ、で最後に一発台でもう一勝負いこうかなと思いますので、はい、あとちょっと頑張りたいと思います、移動します、まず4箱あったルパンの出玉3箱分だけ流しました、4782玉で、正直これだけだと負けてるんで、まあ、一応あっちの出玉足せばプラスです、ただマイナスにしてしまったら意味がないので、ちょっとあれをちょっとだけやってみて、もうダメだったらやめます、すぐやめます、
はい、シャカリーナですね。こちらも初めましてなんですが、打ってみようかなと思います。最後にちょっとだけ、ただあんまり使うわけにはいかないんで、本当に1000円2000円で勝負つけます。まずはね、ここの飛び込み口入れて、で下のルーレット、まあ一般ルートか VIP ルートで下に行きまして、この赤のところに入ってルーレット回ったら、そこで10分の1で大当たりが引けると、まあ、バレリーナが踊り切れば大当たりですと。さあ、ずっと打ってみたかったんですけど、なかなか触る機会がなくて、はい、まず1個入りました。おー、VIP ルート一瞬だから今日、あ、普通のルートから、はい、赤に入らなかったんでダメですね。結構一瞬なんで見えづらいかと思うんですけども、ちょっと天下一戦とはまた違う、天下一戦の方がちょっとドキドキしますね。さあさあ、1個入りました。多分打ち続けててもいいと思うんですけど、あまり使えないので見ます。おっとっと、入った。さあ、ここで10分の1踊り切れば当たりです。で、お面かぶればね。え、私が変な、そうだよね、今変なバレリーナリーチ出ましたよ。変なバレリーナが、あー、結構これ50分ちょいあったと思うんだよね。わー、このリーチが熱いっていうのは知ってたんですけど、まあ、長く踊れば踊るほどチャンスで、お釈迦様のねお面が完成すれば当たりだったんですけども、悔しい、決めたかったですね。おーと、あー1個ずれた、惜しい。おー、あータイミング、タイミングね、当たるまでやっちゃうやつや、これは。あー、あー、どう、タイミングいいんじゃない。あー、ずれた。今切り替えてくれたんですね、このアカンのやつでいいルートに行ったと。飛び込んだ、ビップビップ、あとはタイミング。お、いや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 、早い。なんかもうちょっとでこう見定めてほしかったですよね。案外スッといっちゃうんですね。違いがあるかなっていうぐらいスッといきましたけども、悔しいな。ちょっとまだ行きたいところではあるんですけど、やっぱ勝ちをね、今日は勝ちで締めなきゃいけないということで、多分これ以上行っちゃうとマイナス域に行っちゃうんですよ。なので実戦の方はこれでやめたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、本日の神パチ実戦終了いたしました。実戦はとっても楽しかったですということで、本日と朝からですね、必殺仕事人、そしてガロー、まあ、そこはちょこっと触っただけなんですけど、ほぼほぼメインはルパンです。ルパンジエンド打ちまして、その後シャカリーナ最後触ったという感じなんですけども、ほぼほぼルパンを打ったということで、投資の方が全部でですね1万4000円
そして出玉の方がこちらとなりました。ででん、4782玉プラス388玉ということで5170玉です。ということで無事2019年一発目は勝利で、はい、終わりました。イエーイ。なんとかギリギリです。1000円プラスぐらいなんですけど、ルパンの時点ではもうちょっとあったんですけど、まあ、もう一勝負したいなと。ただやっぱマイナスにするわけにはいかないということで、まあ、シャカリーナもうちょっと打ちたかったんですが泣く泣くやめました。はい、いつもならもうちょっと減らしてっていう、かなり粘っちゃうみたいなことしちゃうと思ったんですけど、やっぱり12ヶ月間勝ち続けるという目標をね掲げてしまった手前突っ込むことができず、はい、ただそれがいい結果といいますか、いい立ち回りに、まあ、なっているんじゃないのかなとポジティブに考えて、シャカリーナちょっと当たり見せられなかったんですけれども、まあ一番熱いリーチも見せれたということで、はい、頑張ったんじゃないのかなと思います。ルパンもね初当たりなんだかんだ5回、はい、すごい軽くて、ただあまり伸ばせなかったところが惜しかったなという感じなんですけれども、しっかりね一発目プラス収支で終われるっていう、なかなかいい実践が今回はできたんではないでしょうかと、はい、いうことで、あと残すところ11ヶ月、長いですね。11ヶ月毎回勝たなきゃいけないということで、ただなんか2019年かなりいいスタートを切ってるので、まあ、この調子をずっと続けられるように、はい、突っ走りたいなと思います。そんなわけで皆さん最後まで見てくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ。生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香、人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV、無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。